おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんを覗くとですね、待ちに待ったついにこのワームが店頭に並んでおりました。ツインテールリンガーの 5.8 っていうことでね、去年めちゃくちゃね活躍してくれたツインテールリンガーのサイズアップバージョンがですね、いよいよ店頭に並んでいたっていうことで、で大好きなですね、スカッパのカラーね、コーラカラーというか、茶色の濃い色、これがね選んで買うことができたんで一袋買ってきていました。価格は、800円でね、7本入ってるみたいですよ。でエバーグリーンのワームなんでこんな感じで、結構ねパッケージに細かい説明とかはねあんまり書いてないんですけども、早速じゃあ開けていきたいと思います。若干匂いついてますね、なんとも言えない香りが部屋に今充満しております。こんな感じで入っていって、じゃあ早速ビローンと、はい、出てきました。何のことはないね、去年出た、ツインテールリンガーのサイズアップバージョンということなんですけども、ほんとね結構ボリュームがアップしてるんですけど、このリング系ワームというんでしょうか、非常にね、おぼろげなこのシルエットを譲り出すですね、こういったことになってるかと思うんですけども、でね足もねちょっと長めで 5.8 インチってことなんで、非常にねこのあやふやなシルエットをでもくっきりと出す色ってことでこの色を選んでみたんですけども、何にしてもね早くこれの使い方としてはいろんな使い方想定できるんですけども、ジャックハンマーにつけてよなんてね、ジャックハンマーね去年すごいチャターベイトの中で一番、投げて、で、でっかいバスもいっぱい釣れてくれたんで、であれに 4.8 をつけたところですね、非常によくね亀山ダムで釣れてくれたと思い出があるので、ただイケイケの時ね、今日チャターの日だなみたいな、やたらチャター釣れるな、そんな時にねちょっとサイズアップね測りたい時に全体にそのワーム変えたりねいろいろしてみてたんですけども、やっぱりねツインテールリンガーの 4.8 に戻ってきちゃうんですよね。やっぱツインテールリンガーがいいのかななんつってあれに戻っちゃうんですが、そんな時にねちょっとツインテールリンガーの 5.8 ねそのまんま大きいのに変えてみたいななんていうのは今年から、できるなというところと、あとはジャックハンマーもね今年は別のサイズね、ちょっと重めのサイズなんていうのもスタンバイしてるみたいなんで、そういった重めのやつでちょっとねもっと広域にもっと深いところもとかいろいろね、探っていくときに広範囲にサーチするときにちょっとこういった大きいルアーは早速持って役に立ってくれるんじゃないかなと思いまして、であとはですね猫リグですよね。これほんとねこの柔らかいリング状のこのテールとね、あと若干柔らかいんだけど張りのあるこのボディによってね、猫リグにしてホワンホワンタンホワンタンホワンタンなんてね誘ってると、非常に4.8 はねめちゃくちゃ猫リグで使いやすかったなっていうのがあって、で結構ね記事とか雑誌とかあとはインターネットで見ていてもこれを使って、5.8 のでっかいのでね関西の方とかでめちゃくちゃでかいバスがね60アップのバスとか、躊躇なく食いついてるなんていう鼻息荒い動画の方も、見ておりますので、早速持ってね、関東でもね亀山ダムとかを中心に、あと霞水系でねチャターベイト巻く時なんかも早速後ろにつけてみたいななんていう風に、考えております。何にしてもこの長さによってねちょっとハイアピールになってくれるのかな、でもねハイアピールって言ってもねこのシルエットですからそんなにバスをねびっくりさせることなく、サイズちょっと展開していけるんじゃないかなと思って期待しております。で単体で重さいくらなのかねちょっと測っておきたいと思います。
じゃあ新しく出たね、ツインテールリンガーの、5.8、 これは単体で重さ何グラムでしょうか。結構いきますね。これ単体で 7.1g あるっていうことで、これにまあネコリグってことは、まあ針とね、あとはそうですね、ネイルシンカーとか入れたら 10g ぐらいになるんで、まあベイトフィネスタックルってとこまでいかないでも、普通のタックルでもスイーッと投げられそうですね。まあもちろん、ベイトフィネスのタックルでこうオフセットをね、あのスナックレスネコリグみたいにしてやっていくのにも大活躍してくれるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、何にしてもねこんな感じで、あパッケージとかね、あの似てるんで、ここのねシールですかね、ここで 5.8 ね、あの結構ねそっとそっと並んでたんで、一瞬気づかないとこだったんですけど、あれなんか違うなって、なんかこうパッとエバーグリーンコーナー見た時、あれなんか違和感、なんか違和感あるなと思って、よく見た、あ 5.8 売ってるってね、あの気づいたんで、もう売ってますよね。あのツインテールリンガー好きの、皆さん、これはね、ひっそりといつの間にか並んでましたんでね、まあまあ店頭によっては新発売とかね、新製品コーナーとかにちゃんと置いてあるのかと思うんですけど、自分が行ったところはね、あの広大なエバーグリーンコーナーの一角にそっとね陳列されていて、いやこれ新しいじゃんと思って、これ欲しかったやつなんだよと思ってね、速攻こうカゴに入れた次第でございます。というわけでね、まあ本日釣り子 TV ね、これあともう早速ね、もうチャッターベイトなんか聞くシーズンになってきますんでね、エバーグリーン新しく出たツインテールリンガーの 5.8 インチ、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。